B カラフル RKB。 そのままこうセクシーな顔してくる。私でできるんだったら本当に挑戦したいなと思って。半身麻痺だからできないって自分で決めつけるんじゃなくて、娘も頑張ってきたものがなんか一気に崩れ去ったみたいな感じでですね。頑張れ、ももちゃん。きつくても笑顔でいたら周りの人が笑顔でいてくれる。周りの人が笑顔だったら自分がきつくてもまあどうにかなるかなみたいな。一つずつできるようなこと増えていってるから自信につながってるっていうのが大きいから。できないことを考えるってストレスじゃないですか。自分でできる夢を持っていった方が楽しく毎日過ごせるんじゃないのかな。で車が運転できてるんですよ。そう考えたら不思議ですよね。病気になってそれを無駄にしたくないなっていうのもあるの。話を聞き、カメラを構え、マイクを握り、気づいたことがある。世界はまだ知らない色であふれている。もっと耳を澄まして、もっと目を凝らして、もっと広い心で。